全国の党員、党友、そして支援者の皆さん、こんにちは。維新政党新風代表の鈴木伸之です。今日は、来週早々に渋谷区に議案が提出される、同性婚カップル条例、一口で言うとそういうことですかね。渋谷区が、同性婚の人に、証明書を発行すると。まあ、アパートを借りるときとかね、そういうときに、差別にならないように、理解を、大家さん、不動産屋さんに理解を賜りたいというのも一つ、理由としてあるようですけれども、まあ、はっきり言って私は、断固反対です。議案が、実はここにあります。平成27年3月2日。渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例、まあ、ダイバーシティ条例というのをこの一番最後に書かれておりますけれども、これははっきり言ってですね、まず憲法違反の疑いが非常に強い。そして、結婚というのはやはりですね、男と女が愛し合って、そして、家族を作ってね、そして子供を一緒に育てていくっていうのが、理想的な形ですね。これをもちろん同性婚の人の存在を否定するわけではありませんけれども、これを行政がね、行政が条例を作って、そして、まだ国の方針を超えてですよ、推進していくっていうのはいかがなものでしょうか。これははっきり言えばね、この家族、いやいや、もっとはっきり言えば社会の発展、国家の発展、そして、神をも恐れぬ暴挙とあえて言わせていただきたいと思います。この条例案には断固反対です。確かに、法務省はこの人権の擁護パンフレットの中の14番目に、ありますね、性的指向というものを差別をしてはいけない、このように掲げています。これはこれで最もなことで、法務省が差別項目課題を17挙げてね、これに対する理解やね、調査というものをしている。そして行政に対してもこれに対して協力するようにというのは、これ最もなことですよ。ただしですよ、この婚姻関係であるとかね、そういうことまでこれは踏み込んでるわけではありません。こういう少数者、まあ、なんて言うんでしょうかね、性的指向のこういう方たち、確かに少数者ですから、その人たちの、人権を守るように差別はしてはいけないとは言っておりますけれども、行政が、国を踏み越えてですよ、渋谷区が、同性婚カップルをね、認める証明書を発行するなどというのは、言語道断です。こんな、条例は、速やかに否決して、排除されなければならないでしょう。そしてね、まあ、社会の片隅でね、そういう性的指向があるということは、やはり日本は自由な国であって、ね、非常におおらかな国民性ですから、もちろん存在は許されます。ただし、家族というものを破壊するようなね、思想が蔓延したり、また、本来あるべき、ね、婚姻制度を壊すようなね、そういうものが、行政が推進するということは、私は、これは社会への挑戦でありね、そして、先ほども申しましたけれども、神をも恐れぬ暴挙と、渋谷区はとんでもない、ことをしていると、私は思います。このことは、安倍首相も国会の中で慎重にと言っておりますけれども、国会の議論でも、これは憲法の判断にもなりますので、じっくりと
議論して、国民の世論というものも、調査すべきであると思います。この渋谷区の来週、3月2日に、出される議案については断固反対、同性婚を認める証明を行政が出すなどということは、やはり、今現在のこの日本の状況下、慎むべきであると、そのように、私は考えます。本日は以上です。